Thank you for watching. This is Satoshi. では今回はこちらの曲から使える英語フレーズを見ていきましょう。Hello, little girl. Show me what's hidden to you. To be with you, Mr. Big. こちらの曲の始めの箇所に Hold on がありますが、これ会話中とか電話中にちょっと待ってとそれを途切れさせるような感じで、ちょっと待って Hold on や、Hold on a second、 まあ1秒待ってという意味ですけども使うことが多いです。 Hold on、 Hold on a second、 かなり便利なフレーズ。ちなみに Hang on というのも同じような意味で使いますね。 Hang on、 Hang on a second。 じゃあ1回ずつ読んでみましょう。会話中とか電話中にちょっと待って、 Hold on、 Hold on a second、 Hang on、 Hang on a second。 そしてもう一つ曲のサビのところ、I'm the one who wants to be with you. Deep inside a hole, you feel it too. とありますが、ここの I'm the one who wants to be with you の The one who wants to be with you ってこれ名詞の後に who とか which とか that をつけて説明をする関係代名詞なんですが、ここは I'm the one who wants to be with you で、僕こそが君と本当に一緒にいたいと思っている男だみたいな、かなり長ったらしい文。こういう文の場合は関係代名詞使うことが多いです。関係代名詞なんかいらないよっていう人もいるんですが、やはり歌詞でも、本でも会話でも出てくるのでしっかりと押さえる必要があると思います。ただ関係代名詞は一回説明されただけじゃなかなかわからないので、大切なことは、まあ、使い方をなんとなくでも理解して、英語に触れて出てくるたびにこんな使い方するんだ、こんなパターンがあるんだとチェックすることが大事だと思います。今回出てきた関係代名詞は I'm the one who wants to be with you、 僕こそが君と本当に一緒にいたいと思っている男だとか一人だという文でした。もちろんこちらのチャンネルまた関係代名詞出てきますので、ぜひ定期的にチェックして英語の勉強に役立ててください。今回の曲はこちらから聴くことができます。 Alright, thank you for watching. This is Mark Losserio Channel. Mark Losserio